ここはインドネシア、南部ジャカルタの南部チマジャにあるカランアジというところで、なんかすごい摩天楼のような木造の高層建築のホテルがあったので、ちょっと上まで行ってみようと。いやー、おそらくインドネシアで最も高層の、木の階段を、これがまたね、なかなか、いや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 、結構ないい景色の、人いるわ。ここがなかなかパノラマビューな感じで、ねえ、良さそうな。いや、結構景色ね、これだけ高いといい感じで。ここもまたいい感じのねえ、くつろぎスペースで、インド洋に面したサーフィン、波がダイレクトにインド洋から来るから、サーフスポットとしてすごい有名ですね。あそこにもリゾートがあって、でここのさらに上にね、あんなところにまたあるんで、ちょっと行ってみようと。これはオーナーに聞いたら20年前から建設を始めて、徐々に増築していって、だからおそらく最初はここで、ここから先はまたあれなんだろうね、増築を、こっちも多分増築して作ってんだよね、きっとね。これね、さらにでね、ここがね、お風呂がね、ここにあるんだな。これがほら、湯船がねえ、よくこんなとこまで湯船を持ち上げ、どうやって持ち上げたんだろうね、これね。でこっから上がさらに階段を登っていくと、ここがあれ、なんだこれ、景色がいいよね。あそこがサーフスポットで、みんなサーフィンして、結構いい波が入ってる。でさらにこの上が展望台みたいになってるんで、まあ作ったよね、こんなの。まだまだ上がある。だってこれ本当にこんなに、これどういうことなんだろう。よいしょ。おお、これが一番上。まあなかなか木造の建物でこれだけ高いのは、多分インドネシアではここだけ、ここがあれなの、ひょっとしたらねえ、世界一かもしれないとか思っちゃうね。
こんなんじゃ。ああ、いいな。ここにテント張ってねえ、うん、このスペースにテント張ってここで泊まるっちゅうのもいいよね、これね。へえ。ああ、サーフィン、あそこがサーフスポットで、ああ、サーフィン、おお、いい波入ってるな、おお。いいね、やっぱりね、うん、こっち側が山側で、感じで、ではではまた。